Yo、マジでそうさ、トラックのうんちゃんがフランケンに対してフランケンマジでそうさって言ってくれた状況だけど、今日は教室上の仕事休みってことで、地元の町屋で、カレーをね食べに行こうと思うんですよ。あ、まあ、サブちゃん、おサブちゃん元気？イエイイエイイエイ、久しぶり。普段ね家族でよく食べに行くあのモグラのカレーっていうね、町屋で一番、いや下町で一番、いや日本で一番、僕はね美味しいと思うカレー屋さんがあるんで、皆さんチェックしてください。よろしく、マジでそうさ。今の住む世界は嘘だらけのクソな世界だ。自分殺して笑顔作って本当の自分見失って、誰のため生きてるすら分からなくなる。この未知の領域の中だが君の手を引き、方位自身片手に乱するエビでビビってんじゃねえ。転んで OK、 前に前進してるって証拠じゃねえか。負けサブちゃんもラッパーでヒメールでやってるんだけど、1ヶ月ぐらい前にサブちゃんとサブライムのフューチャリングでフランケン入ってて、パパ活最前線で一回曲もリリースしたりして、ちょっとすごい僕が推してるフメールラッパーなんで、ぜひ皆さんチェックしてください。チェックしてください。あそこですね、ここです。お、来た。ここモグラはね、あのオーナーとかもねアーティストでバンドマンだったりして、アジアとか渋谷とかねガンガン活動してる現役プレイヤーなんで、そういう方のお店です。町屋カレーモグラって言ったらここ、僕ほんと一番美味しいと思ってる。ぜひみんな来てください。お邪魔します。サブちゃんは辛いのっていうよりも、辛いの大好きです。大好きなの？大好きです。でも俺いつも辛いの頼むんだけど俺レベル一回行ってみる。今日行きたいですね。わかりました。よマジでそうさ、豚スパライスの激辛の大盛り、一つと普通盛りを二つ、あ普通盛りを一つと激辛を一つ、そしてマジでそうさハイボールの濃いめちょっと噛んじゃってすいませんみたいな感じだけどハイボールの濃いめを一つと、なんだっけ、ラッシーを一つもらったらマジで嬉しいです。よろしくお願いします。超激辛でよろしく頼むぜ。インタビューにならなくてもマジでそれで OK の火星方形のフランケンだぜ。レッツゴー。火星方形、はい、いつも通りですね。はい、すみません。いつも通り、結局ね、結局いつも通り。はい、すみません、お待たせしました。お、来た。あ、いや、美味しそう。めちゃくちゃ美味しそう。はい、サブちゃんの方も激辛にしてもらいました。やった。激辛好きって言うからサブちゃん乾杯。はい、乾杯。だし僕はすごい辛いのが好きだから、この店に来た時にもう超激辛にしてくれって言ってて、もうフランケン特別の超激辛があって、それだからあなたの激辛がどこまで通用するかということを今日試してみようと思って。じゃあまあ食べましょう。ちょっとこれいきます。撮影あったからいただきます。僕昼飯食ってないからさ。なるほど。めちゃくちゃ美味しいんだよ。辛さの中に辛いでしょ。ちょっと後悔してんだろ、マグロ後悔してんだろお前、まだね、心も崩壊してんだろ、うん、僕はねエスだからね、君がこういう辛いものを食べてね苦しがってる姿を見ておちんちんが勃起してるいっぱいちょっと苦しい顔を見せてくれよ大丈夫か。くちゃくちゃ咀嚼の音が意外と口開けて噛むんだね。素晴らしいじゃない。僕は昔からよく来てますけど、最近はやっぱ子供生まれてからは子供の散歩のがてら一緒に来たりとか、奥さんと子供と僕で3人で来たりとかしてますかね。天使もやっぱりその音楽やってるっていうことでバンドマンなんで会話も合うし、すごいやっぱ面白いし、初めて来た時は多分酔っ払ってたんでしょうね。すげえもうずっと高速ラップもうやり始めちゃって、やべえやつ入ってきたなと思った。ですげえ混んでたんでちょっと注文遅れたんですよね。そしたらなんかもう高速ラップやりながら厨房に飲み込んできたんで、ね、そう、あ本当にやばい、本当にやばいやつだと思って俺めっちゃ怒ったんですよ。その時後日飲み屋でたまたま会ったんですよね。そしたら全然もうその時のことは全然忘れてて、全然普通でめっちゃいいやつでした。いや出会いっていうか、もともとあれですよね、一方的に私が知ってて、でなんかいつものあのクレイジーなインスタのストーリーとかツイッター見てて、でそれに私がその下ネタに反応してなんかDM とかを送ってたらノリノリで帰ってきてみたいな、そんな出会いですよね。僕に対して DM 送ってくる女性なんてほんと変態よ
この人変態だからでもそういう人とはうまく音楽もできるんだっていうことで曲のコラボもしてるし、まあ別にプライベートでねこうやってお話ししたりとかね、うん、してます。いやでもまんまでしたよね、こんなテンションで。でもなんかそのメッセージとか LINE のやり取りは真面目かみたいな同一人物かな。じゃなきゃね23年もねこの業界に生きていけないからわかる、ね、真面目なところとぶっちゃけベーってなるところは分けてんのめっちゃゲップ。カレーどうだった？カレーはゲップ臭い僕のゲップの匂いはどんな匂いや公衆屁の匂いだ。分かってるね今日はね、まあ、僕これから保育園にジュニア、うん、僕の息子も迎えに行くんだけど、うんうんうん、その前にね町屋でね唯一ね、はい、ヒップホップのね、うん、ストリートのねヒップホップショップがあるんでね、えストリートウェアのショップがあるから。ストリートウェアいいですね。ザ・セブンティーバイン、おセブンティーバインワイン、オーナーの佐竹君です。イエー。そうですね、あの本当に仕事終わってから町屋駅から家に帰る途中にあるんで、いつもこうチェックしたりっていうよりもチェックする前にまずインスタグラムにねいろいろ上げてるんで、はい、まあ、それをチェックした上で、まあなんかお互いにねウィンウィンになれるような例えば衣装提供ですとかなんだかんだっていう感じでいろいろ絡ませていただいてますね。もう本当にすごくねやっぱ見てわかる通り町屋をねこう下町町屋をやっぱレベルにしてくれてるんで、こんな店はやっぱ、はい、町屋にここしかないんで、はい、ローカルに、ローカルに持ってね、はい、やってるっていうことは僕も本当に嬉しくて、でやっぱりここに来るお客さんもね、はい、福岡県のことを知ってくれる人もね、くれてる人もいるみたいに、ね、はい、写真撮りとかね、はい、したりとか、だからギブアンドテイクでお互いにね、こうビッグになりましょうって感じでやってますよね。はい。で目についたのがこれ、これは可愛い。これはかっこいいよ。これは買っちゃおらないでってかっこいいよ。似合いますね、絶対似合いますよね。私もとか言って、ね、自分で言うやっぱこの店のやっぱ特徴はオリジナルブランドと、うん、そのユースルっていうかその古着もね、あこの色もかわいい、あこれもかっこいいね、うんうんうん、流行りの色ですね、これからの時期、うん、どうこれからの時期なんか被り方違くないですか？知らないじゃん。あんたこうなんか、こうちょっと浮く方がいいと思ってない？コンドームみたいになってます。じゃあ軽くラップかましてくれ。S から始まるサウンドとビート、何も言わせない生き様ヒップホップ。F サウンドと B ビートに染まった You Agree Deeply Sublime。おお、恥ずかしながらね。恥ずかしながらもちょっと。いつもそう仕事の帰る時に通る、いつも通り通るけど俺が多いや通る。そんな感じでいいブランドっていうかいいメーカーとか古着とかちゃんと揃っている、だからチェックしてくれればいいオーダーすればそれに沿ったものを作ってくれる、そんな感じで17脳みそ持ったオーナーだからマジここに絶対みんなオーダー、イエーイイエーイ。はい、すいません、家着きましたということでね、撮影し終わってそのまま保育園寄ってな、ゆうと迎えに行って今家に一緒にいる感じです。まあ優等というかフランケンジュニアですね。イケメンでしょう。今1歳と半年ぐらいですね。子供がいると自分に制限ができるっていうか真面目になりました。ちゃんと家に帰ってきてちゃんと息子のねゆうちゃんと遊んでね、ゆうちゃん。あ、ゆうと食べなくなっちゃったよ。暑いから、言ったじゃん暑いよって。まだ暑いんだ。カメラ落ちちゃってるね、お前指で。いいじゃん。虫歯を映るからやめて、ダメだよ。
いや本気でやめてね、虫がつるから。これもね、僕洗い物とか掃除、家のこと全部やってるんですけど、これもマジで家庭円満の秘訣だし、奥さんも奥さんでね働いてくれてるし忙しいからさ、これぐらいのことやっぱしっかりやんないとさ、ラップ続けていけないよね。全ての基盤は家庭にある、そういうことだから僕頑張ってるよ。手抜きないだろ、見て綺麗だろ。あ、ごめんごめん、ちょっとおかしい、綺麗だろ、ちゃんとやってるんだ。あ、わかりました、すいませんでした。あ、わかりました、はい、ちゃんとね。あとさ、何さ、使ってない皿洗ったの。あ、わかんない、まあ洗っちゃったけど、こうやってヤジが飛んでくんだろ。まあこういうのは日常なんだよ。でもな、しっかりやることや、わかった、やることやんないとラップなんてもうできねえんだよ。だから僕は自分がラップをやるためにっていうか、フランケンを守るためにっていうか、ラップをやらせていただくために、家事もなんだかんだも頑張ってるよ。フランケン出せとか、笑いやつは笑え、でも俺はこれで生きてるんだよ。わかるよ、みんなもいつか生活があるんだ。俺はボンボンじゃねえんだね、キングじゃねえんだ、一般庶民なんだよ。だからちゃんと金も稼いでるけど、ちゃんとこうやって働いて仕事をして、家の掃除もして、奥さんの OK サインが出ればラップができる、そんな日常だよ。これからもよろしくな。ラップまだやっていいだろ、無言だけど大丈夫っぽい。俺あと5年ぐらいはラップやるぜ、よろしくな。なんで伸びたの。わかんないよ、なんで伸びたかは。じゃあね、バイバイ。